掴んじゃってからのすぐ危ない一発合わせてからの主軍えぐ強いぞこいつ。どうもこの人ですね。いやマジでロブルッチ楽しいね。ちょっと先にシェー動画撮ってきちゃってるんですけど、まあまあ動画の後にね、ガチャの様子をお届けしたいと思うんですけれども、まあとりあえずね80レベルということでさせてください。いやもうめちゃくちゃ強いわ、強楽しい本当に。でまあほぼほぼね、このアタッカーの状態で戦うことがまあ多かったので、どうしても火力が欲しいなというところで今回このような編成にしております。まあ火力編成にねしておりますので、まあこれでどうにかこうにかゲッター状態で旗を抜いて、その後このアタッカーモードでまあ旗を守っていくみたいなね立ち回りをしていきたいなというような作戦で今回やってまいりましたので、果たしてどうだったのか見ていってくださいということで、どうぞ。さあ来ましたロブルッチさん。いやかっこいいよな普通に。ルッチってさ結構やられがちだけど個人的に好きなんだよね、そもそもこのルッチが。これで移動させていただきます。ぷいーんと、あそれダメなんだ。ああ気まずい気まずい気まずい気まずすぎる。さあそこは逃げて逃げて、気まずい気まずい、回復させエリア行って回復させ回復させてもらいなさい。あなた今回復させてもらいなさい。相手エリアの敵を攻撃して回復させてもらいなさい。ほら逃げて回復させてもらって回復させてもらって、あー逃げて集合。なんでやねん。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、耐えた耐えた耐えた、オッケーオッケー、あ、オッケーオッケー、いいよ、耐えた耐えた。いいね、いいね、いいね、いいね。別に耐久悪くないじゃん、耐久悪くないじゃん、回復素晴らしい、回復素晴らしい。さあ、ここもダッシュして、体力を回復もらっていくと、あ、いいじゃん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 。なるほどね。やっぱさ、あれがちょっときついよな、ちょっと、残っちゃう感じが。さあ、これは合わせて、はい、六王眼、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。からの、これで変わるか、オッケー、し、んー、おりゃ、間違えた。スキルボタン間違えました。おお、バグりすぎ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 、それはさすがに、それはさすがにバグりすぎ。さあここは無敵スキル合わせて、はい、神沿ってってからの裏行きますか。まあこれアタッカーモードでいいな別に。もうアタッカーモードで握ったまんま、はいはいはい、これ旗取っていくからのブーストからの、ロブルチここ来るか、ここ来そうな感じもなく、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ちょっと耐えたいな、ここ耐えれないかな。とりあえず4番さんはロブルッチだと思うので、まあ、ロブルッチミラーでちょっと耐えていきたいなっていう感じではある。あれ使うかな、それ使ってった。なるほど、そっち行った。んで、ここ来るか、これワンチャン多分こっち来ると思うんだよな。はい、避けれる。1、2からの、回誘ってからの6王眼。はい、強すぎわかってきてる。もはや、もはやもう分かってきてる、こいつの使い方が。はいはい。これでバフももらいつつ、しっかりと対応していくと。さあ、ベラ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 ミ。んーで、とりあえずお宝エリア内で戦っていくと、集団待って、最強か、待って、最強、あえー、割合ダメージからの、ここはあえー、カミソリからの、あ、ちょ、ちょ、ミスター。ここで行ってからの、はい、ここでしっかりと攻撃もらって、攻撃もらって、攻撃もらってからの、攻撃もらってからの、1個回誘ってからの、六王眼、え強すぎかこいつ、さては。さては強すぎる、強すぎた埋葬か ?1 位。1位。はい、合わせて、はい、これは大丈夫、大丈夫。はい、エリア内ナイスいいよ。んで、ゾロさんは言うて言うてでしょ、はい、ジャス、はい、1、2からの、合わせてからの主眼 ?2 枚狩り、えぐすぎ、やばすぎ、やばいね。やっちゃい、日産。さあ、ここはちゃちゃっとゲージ貯めながら、まあ、いるんで、お願いしていいか。で、旗取りに行っちゃおう、俺。ここは多分取り、痛い、あ、さっきの、あ、さっきの、それダメな。それは許してもらえないんだ。なるほどね。あ、痛いかも、あ、そこは、そこは許してもらえないんだね、ロブルッチ。A さん、一つ。これさ、S スネとかニカとかって実際どうなんだろうな。ちょっと行ってみるか。髪剃ってからの、見えないところで、ちょっと攻めていきたいなと。さ、ここら辺で、で、これ早めのパブロンで移動しなきゃいけないよな。はい、移動させていただきながらの、変わってからの、どうせ無敵スキル、はい、合わせてって。で、ここら辺は、一旦いいとし、どうせ無敵スキル、なるほど。これは無敵合わせて。あ、こっち無敵じゃなかった、あ、まあまあまあ、言うて言うて、言うて、いや、S スネークいけるな。だってもうスキルないでしょ、これ。一発、一発。合わせて6王眼。強くない？こいつは、ゾロは簡単なお話で、通常2段目を当てる。はい、誘って。あ、ごめんなさい。ただ簡単な話。こいつは簡単な話で。こいつこれでもう何もできなくて。さあ、ここで粘ってきたよ。1位。はい、1位。合わせてホイ。何してんの、あ、ダメ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 。何してんのそれは。
ちょっと待ってくださいな、ただ主眼使わせてる。はい、ジャスからの1、2合わせてからのこっちで無敵で合わせてって旗握らせていく。本職ゲッターだからね、そういうこと。下手に戦うのではなく、しっかりとゲッターとしての立ち回りをすることができる。器用になったね、サイファーフォールゼロからの成長、素晴らしいですね。覚醒フォルムのロブルッチ、こういうスキルとかを使わずに変身することができるようになりましたと。しかもアタッカー状態のゲッターではなく、しっかりとゲッターにすることによって脱出速度も上がっているという。嬉しい非常に嬉しい。あ、これ買っとこう。非常に嬉しいね、ロブルッチの成長っていうのは。我が子の成長のごとく喜ばしいでござんす。さあ、ここら辺はまた合わせて一発で、どうせ無敵スキル、はい、で6交換で合わせていくからの主眼ドンバッション、状態異常はもらいつつの、ここは無敵スキル合わせていくからの、そこは、やられてしまう。ただ防御力上昇、どうもありがとう。はい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 。ただもうこれで、まあ、仮にね、このカイドウさんもこれを駆使して、はい、ここでしっかりと倒しきっていけるよ。はい、こう掴んじゃって、逆に掴んじゃってからのすぐ危ない一発合わせてからの主軍えぐ強いぞこいつえぐ強、楽しいロブルッチ楽しい。後ろの影が見えてなければ即100レベルにしてたけどね。うん、いや、てか待って、俺ロブルッチもなんか好きだから100レベルにしよっかな。普通にもうなんかこんな楽しければ。痛い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 。ちょっと、やはり天敵はルフィか。後ろからの攻撃が来ると思うので、それ避けながらの速攻6王眼合わせてからの、合わせて、で、それ避けてからの主眼、どこ行ってんのバカ、お前どこ行ってんの、なんでわざわざその奥まで行くのこのバカチンが。だからお前ね、そんな簡単にニカに負けるんだよ、いつもルフィにさ。反省しなさいよ、それ。ちゃんと自分の、なんで負けたんだろうってちゃんと反省してんの。はい、ということでございますが、青シャンクスがなんか活躍できそうな時代が到来いたしました。カウンター合わせてください。危ない。さあ、そこどうせ、取れないんで無視していく。いや、ロブルッチ素晴らしい。めちゃめちゃ楽しい。この、すごいさ、味方さん、白しくてよくない？いや、日本語むず。なんかめっちゃ白色な感じない？これ。すごいいいよね、これね。レッドシャンクスだけちょっとめんどくさいので、まあ、これ移動させていただきながら、まあ、バレないように、クパーンって行かせていただきながらの、まあ、今回火力編成なんで、まあ、S スネとかも余裕のお茶の子再生でね、倒すことができますよというような編成になっておりますと。で、まあ、今回は、まあ、ここ S スネさん飛んでったので、ちょっと違う旗も狙いに行きますか。味方さん来てくれたのありがたまるすいさん。で、これね、映らないんだよね、相手にね。ただ、とりあえず体力を削っていかなきゃいけないので、合わせて、無敵スキル合わせてって、で、これ私も移動しながらの主眼で一発合わせていくと。はい、いいね。で、ここで、爪痕状態合わせるの一発回避誘ってからの6王眼で追加ダメージ。はい、違いましたと。それは違いましたと。さあ、ここら辺は関係なく握り続ければ取れる。ね、このまま、各君にお願いしていくと。はい、それは防御力上昇どうもありがとう。言うて各国にお願いすれば OK。んで、ここからさりげなく、チュ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 パーン！いや、いいね、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんか、ルッチやってる感じあるじゃん。やるじゃん、やるじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。からの、そこは、あっちのルッチじゃねえ、シャンクス倒しに行きます。はい、合わせていただきながらの無敵六王眼、合わせてからの、一発合わせてからの主眼。はい、合わせて逃げて、ここで、あ、まあ、体力回復できるんでね。どの道ここら辺は OK と。一発、はい、OK、合わせて、体力回復。はい、そこは防御力上昇どうもありがとう。回復させてください、ごめんなさい。さすがに武装中良くないと。危ない。さあ、ここら辺は体力回復させてもらって、体力回復からの、そこの攻撃も一発避けしてからの、集合なんでなんでやねん。はいはい、体力回復。これで体力回復と。あ、オッケー。まあ、握り続けますか。シャン、カムサリはちょっとよろしくない。まあ、ゲッターモードになりたいけど、まあ、やられるわけにはいかないので、一発合わせてからの、はい、6王眼合わせて、無敵スキル、なるほどね。ただ通常で持ってきると。はい、オッケー。で、あそこのロブルッチも、集合はい、強すぎ。待って、めちゃめちゃ強いってか、回復量えぐいな、こいつ。えぐ、カモサリ避ける。はい、そこは無敵すぎ。なんで、回避が遅れてる、ちょっと。チューンと行かせていただいて、あそこはロジャー船長には渡せるので、ゲージ削っておいたんでね。はい、ここは、はい、合わせて、まずこれで体力回復もらっていきますか。無理でした、すいませんでした。ただ、私は知っている。あそこの A 旗は結構削れていますので、またルッチで、マーカーでね、移動させていただければ、すぐに裏取りはいけること間違いない。っていうことで、まあ、B を B 経由でちゃちゃっと取って A 行きますか。さ、ここら辺は、はい、しっかりと取らせていただいて、はい、ここしっかりともらう。
わせていただきながらの、まあ、耐えたい気持ちも大いにありきりですけど、耐えれる自信もないので、ささっと移動させていただいてから確実にこっちの旗を取ると。はい、であればトレードで、しっかりと真ん中とは守れれば勝てるっちゃ勝てるけど、どうでしょうか、ワンチャンないでしょうか、取らないでください、お願いします、取れませんということでね、大変ありがとうございました。いやいいね、ルッチの機動力。やってまいりました、ガチャね。やっていきたいと思いますよ。今回のルッチさんもめちゃくちゃ楽しそうよな。ほんとシャンクスとね、どうしても組みたいので、まあ、一旦引いていきますか。まあ、なんか珍しいよね、この、チケット買ったら、まあ、100個、かけらがもらえて、まあ、50連で、あ、じゃあ5回買って、まあ、覚醒じゃない、解放できますよ、というところなので、まあ、シンプルに道中で引いたら激アツ案件、よいちょまる！このさ、このシステム、道中で引いたら100個さ、かけら余るからめちゃめちゃ熱いよね。そういう認識でお間違いないですよね。さあ、お願いします。ピックアップかけてペローナチュン。いいね。しかもフル演出激アツモードよ、これ、今回。さあ、3体は、まず出てくるであろうというところでございますが、はい、このね、50連じゃねえわ。あの、5枚のチケットの中で1体でも出てきたら勝利勝ち。絶対書くやん。絶対書くやん。嬉しいけど嬉しいけど待って、これさ、ピックアップってさ、されてるよな、一応な。あ、ピックアップされてない。あ、シンプル書く。あ、シンプル書くやん。あ、シンプル書くかい。おい、せめてピックアップせえよ。そこら辺のなんかスネークマの演出とか楽しませてくれよ。はい、まあ一旦2体は確定と。まあとりあえず毎回2体以上は出てほしいですよね、何かしらね。まあ今回はゲッターの旗が一番嬉しい良いというところでございますが、いや、ルッチマジで使ってて楽しそうよな。後ろにさ、ちょっとなんかまた超フェスの影が見えるからね、なかなか強気には引くことが難しいんですけど、難しいというか、そのあれをね、かけらを使うのがまあ難しいわけなんですけれども、かっこやん。あ、ルフィだ。あ、打ち入り。気まずい。別になんか、その、めちゃめちゃ嫌な引きでもないっていう、一番リアクション失礼。気まずいよ、それ。はい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 。急に渋いね。いや、俺さ、超フェスであんま道中で引いた試しないよな、正直。だから、もう超フェスに対する期待とか、ほんと結構低いわ。もうスケープ出てませんか、出てませんか、ハイキング。きついよな。あー、超フェスって超フェスってきついよー。毎回来る。ありがとう。熱っ。これガチある。これガチある。マジでロブルッチある。いや、俺な、今までどんだけ青属性が苦しかったとしても、あの、どれだけ青属性を使ってきたか。まあ、オシャンクスばっかなんだけど。いや、そういう思いでは、本当に青属性欲しいのよ。キャラとしてね。まあ、あの、キットローとか、エススネとか出てきたけど、そうじゃねえんだ。やっぱ使ってて楽しいようなキャラ。まあ、いろんなね、あの、価値観それぞれなんで、彼たちをね、使って楽しいっていう方いらっしゃると思うんですけども、もう僕としては、なんかロブルチの方がすごい楽しそうだなって。なんか使いがいのあるさ、あるあるガチあるあるあ、でかいすごいでかい。すごいでかかった。思ったよりでかかった。でもまだあるぞ、正直。嫌な予感すんな。あー、格だー。嫌じゃないけど、違う。嫌じゃないけど違うんだ。頼むよ。もうこちらエラー発生すな。もう5枚目ちょっと、早すぎないかマジで。ちょっと、3万、2万、2万5千、なんぼ。頼みますよ。さ、ここら辺最後だっけ。クマ嬉しい。クマやっと100レベルになったんだけど、普通に嬉しい。あ、当たり。はい、もう、ペイ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 。ここら辺のガチャ料金ペイだわ。はい、はい、あー、ミホークさん。あ、おぉゾロ。めちゃめちゃミホークかと思った。いや、ゾロも嬉しいだろうな。そこまで成長したんだなって。覚えて！ゲッター！ガチャ！ある！ゾーン違い。ゾーン違いや。ゾーンオカド違いや。おー、マジか。いや、ダイヤで行くわけにもいかないしな、正直。絶対的にかけらで使うのが正しいんだよな。でも40個。まあ、40個で10連ちょっと安いか。あ